ねえねえ、はい、ちゃん、はい、聞きたいことがあるんだけどさ。ぜひ何でも答えますよ。本当？はい。美術館と、はい、博物館どっちが好きかい？ああ、どういうニーズなの？博物館、どっちも行かないだろ。すごい適当なこと言うな。行く行く。デートで行くなら。デートで行くなら。デートで行くなら。博物館の方が楽しそうですけどね。一人で行くなら美術館。あ、すごい。おお、なるほど。ほら、みんな参考になったよ。参考になってんのか。もっとあったと思うんだけど、なんでそこ行くのか。え？もういいけど。え？いいけど。君は僕の二択に化粧つけてるの。だってさ、あ、いいよ。いいいい、もう行くよ。美術館館長と博物館館長今超えてる。そうなのかみたいな。見てる人いないから。館長で、館長でビリヤードしてる人いない。いないと思うよ。検索で出てくるかもしれない。美術館好きな女性とか。なんだいって。どうか。デートだったら博物館。もういいよ、やろうよこれ。よしよ。はい。これよ。デデン、ストレートショット。ットそう、フォロワーショットだね。押し玉。じゃあ今日押し玉。押し玉トレーニング。よし、やりましょう。スタート。一応タクにちょっと確認してくれる。何？あのシールの位置合ってるか。まっすぐ受けてるかどうか。なるほど。大丈夫？いいよ。直して直して、なんかちょっとずれてない？ずれてるよ。これちょっとずれてるよ。僕もそう思った。そう思ったから。いつもさ、僕レッスンやってるとさ、生徒さんにずれてますよって言われるんだ。ダメじゃないですか。カッツ、ね、適当に垂れすぎなんだよね。これどう？あ、まっすぐだと思います。さすがですね。おいおいおい、なんか評価上がってんじゃねえか。ワニ先生、ほんと雑に貼るの。あのさ、意味ないんだよ、あのこうワンポイントズレのさ、貼るやつがあるんだけど。うるせえな。それ置いた上でペッて適当に貼るから意味ないんだよ。うるさいな、いいんだよ。そうそう、まっすぐ当ててスクラッチを目指そうっていうコーナーだね。はい、いきます。いいよ、行ってみよう。よっしゃー、はい。まあ、あの、押し玉でクッションに入れば OK、 とりあえず。はい。で、クッションに当たれば OK。 この付近の、そう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 、ね、あの、ちゃんと全身回転がかかってれば前に行くから、全身回転をかけて、おお、今、あれだね、お気に入ったやつだ。お気に入りました。一緒に落としてやろうと。僕やんなくてよかったんだね。あ、そうだそう、お手本見よう。そうだ、お手本大事なんだ。お手本忘れてたでしょ。忘れてたよ。忘れてました。そうそう、だってこのコーナーさ、お手本ないとタックやることないからさ。そうなの。そうだよ。やいのやいの言うしかなくなっちゃう。そう、ただの助手ね。助手大して使わない助手になっちゃうからさ。確かに何もしてないから、お手本活目せよ。おお、再現性、再現性言うよね。再現性言うよね。マニ先生はすぐ僕のショットをマグレ。再現性マグレでしょ。すぐよ。おお、すごーい。マグレじゃないよ。マグレじゃなかったよ。今みたいな感じで行こう。はい。押し回転をしっかりかけて。なんでタック、なんかあんのかい？こうコツというか、コツなんかこうアドバイス的なものをやってみて。コツないな。よし、あとでまとめといて。コツ、本見てるじゃん。おー、すごい、すごい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 。お手本見るとね、できるようになるんだ。あ、確かに。そうかも。そうそう、あの、百聞は一見にしかずっていうね。そうだそうだ。おお、いいね。その5回目、うん、まあ、呼吸で終わりなんだけど、ちょっと最後よ。いいよー、イエイ。
いや、じゃあ実はね、それを待ってたんだ。なんでさ、こちらのクッションに入ったか分かる？若干左に当たってるからですか？左に当たってる。あ、そう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 。またダマだね。そうですよね。そう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 。そうなんだよ。若干左に当たっちゃってるのね。これ結構みんなあの左をついてるとか右をついてるとか勘違いしてる人がいるのね。ほうほうほう。厚みが違うんだよね。あ、そう、左ついちゃったから左行っちゃったんじゃないかっていう人が多いの。ほうほうほう。うん、ポケットはね、あの玉2個分あるんですよ。はい、助手タコがね、そうそう、助手タコに玉2個用意して、そう、こうやって玉2個分あるんですよ。黄色い玉の方から入っちゃうと手玉が、うん、こっち、タクンどっち、助手こっち、こっち側、ね、そう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 、赤い玉の方から入っちゃうと手玉こっち側、ね、そうそうそう、厚みが少しね、変わっちゃうんだよね。まっすぐ置いてるけど、まっすぐ当たってない、うん、すごいシビアにさ、そこで玉1個分で、ちょっと助手、そうそうそう、これぐらいの気持ちで狙うと気持ちね、そうそうそう、狭いでしょ、狭い、今までこんな気持ちで狙ってないでしょガバーって開いてるところに寄ってるでしょ、そうだね、うん、これぐらいの気持ちで狙うと一緒にスクラッチできる、狭こきすぎてる、これ、いやいいよ、実際これタックならいけるから、はい、タック言ってみて、本当かよ、自分でこの狭さ自分で置いちゃったから、そうそう、これで当たらないで落ちたらもうすごい、うん、タックもこんな感じで狙ってないだろ普段、いや狙ってるけどそうだ、第2ガタ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 、第2スコーンって入ってる、スコーンって入れるんだ、スコーンって、いいよ、おお蹴散らしていったね、でもすごい、当たっちゃうわ、そうそう、今のもうちょっとだけずれてるんですね、そうだね、当たっちゃうってことはずれてるのね、そうそうそう、初回ちゃんも一回やってみる、はい、さっきの通り1年6、いや少し 甘くしろよ、そこはそんぐらいか、うんうん、そうそう、そんなもんか、うん、でどっちにも当てずに入れると、おお、ほらほら、すごい、いやでも大丈夫大丈夫、だいぶいけてたね、いけてたいけてた、そう、こんな練習をするとまっすぐね、ついてさらに押し玉もできるという、確かにこれ面白い、この狭めるね、だろ、うん、こうやって置くの面白い、だろ、うん、だろ楽しいすごいだろ、すごい、ポーカーすごいんだよ、いやこれ面白いな、最後のやつ、だろ、うん、ドロー、あれ最近ドロえ、カットするよそれ、ドロー、ちょっとめんどくさいんだよ、どうやって注目がいいのドロめんどくさいんだよそれよし、じゃあ終わりでいいかな、終わりでいいですよ、よし、言ってやれ、かえちゃん、いつものいつものやつ言ってやれ、この動画をいいと思ってくれた方はチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。